ボンジュールセーヌ川。ボンジュール、ベンダーベンダーファンの皆さん、本日はここフランスはパリでの開催だよ。今日の商品はなんと1000万フラン。聞いたか、ケンケン、1000万フランだぞ。勝てば俺たちは大金持ちだぞ。1000万フランだぞ。はい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 、スタートですよ。よっしゃ、それ。全車快調な滑り出しだ。各レーサーセーヌ川に向かう骨付き Z700 スーパービクニック1、骸骨 1.3 カブリオレ、ワニゴリバギー300、チョロチョロチーズコンマ6。おお、どうしたんだ。突然セーヌ川の流れが激しくなってきたぞ。どんどんセーヌ川を流される各マシーン。これは全く目が回りそうだ。ねえ、まあ、おバナナも目が回ったみたいだぞ。パリは芸術の都。おっと、これはロダンの考える人だね。どけよこのムロマ野郎。どけったらどけやがれ。静かに、私は今考え事をしているんだ。ねえマック、ロダンの考える人って一体何を考えてるんだろうね。何を考えてるか、考えてることを考えてんの。いいか、よく覚えておけ。あんまり考えすぎるとかえって失敗するぜ。ブラックバオンがエッフェル塔までやってきた。おっと、またとんでもないことが起こりそうだ。待ってろよ、あのバカどもが。この回り道の看板でエッフェル塔の上に登っちまうのさ。イエーそう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 。エレベーターがもう上に上がっちゃったよ。大丈夫さ、ウォーリー、近道をしよう。ゴーゴーゴー。ケンケン、マヌケどもが罠に引っかかっちまってる間にゴールして1000万フランをいただくんだ。いやー、こりゃいい眺めだ。フランス全体が見渡せるぞ。これが今回のレースの味噌なんだろ。ま、せっかく登ったんだから記念の写真を撮っていこうぜ。このレースはいただきだな、ケンケン。そうそう、ありありあり。お、あれは魔女のウィンさん。俺様たちより前を走っていやがったのか。よし、妨害してやる。いや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 、ブラックバオが先回りしたよ。気をつけて、ウィンさん。さあ、いいぞ、ケンケン、流し込み。わかった。よし、そこで止めろ。うん、これで完璧だ。ブラックバオ、一体全体何を企んでるんだ。どうしても知りたい。フランス料理を利用してマスタードをたっぷりおかけしてあげるのよ。マスタードの落とし穴。これまたひどい。ブラックマオってやつはなんて悪どいことを考えるんだ。ああ、ウィンサムの運命はいかに。ウィンサムめ、マスタードの上に乗った途端マシンもろとも沈んじまうさ。さあ、こい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 。あら、なんで止まるの。まあ、怪しい水たまりだわ。まあ、通れそうだけど、念には念のために。エブリーベブリー。あら、マダム、お困りのようですね。私がお手をお貸しいたしましょう。ブレ。まあ、ムッシュ、そんなお上手な。どうです、これでお車のタイヤも汚れませんよ。あら、あなた方フランス人ってほんと美人には優しいのね。オレボワ。さあ、また失敗だい。行くぞ、ケンケン。フランス人の真似はもうおしまいだい。まさかそのマスタードの水たまりを渡ろうって言うんじゃないだろうね。どうなるか分かってるじゃないか。もちろん分かってるとも。俺をそんなバカだと思ってるのか。ほら、これで安全保障付きだ。なんでこうなるの。どうやらここがフランスとシャンパン通りって呼ばれてるところだね、マック。どうしてそんなことがわかるんだい。え、見ればわかるじゃない。いて、うわっ、うわっ、シャンパンの線を飛ばすのは誕生日ぐらいにしてほしいよな。各社いよいよホームストレッチに入った。優勝は果たしてどのマシンだ。おっと、優勝はワニゴリバギー300。さあ、賞品1000万フラン。こりゃフランクフルトじゃない。マスタードかけていただこうぜ。みんなはそのフランクフルトにかけるマスタードがどこにあるか知ってるね。ケンケン、わかってるな。お前が間抜けなせいだ。人のせいにすんじゃないよ。